続いてはシリーズでお送りしています特集震災から10年です。4日目の今日は社会人野球のスバルで活躍する福島県浪江町出身の手塚修投手です。震災による原発事故で避難生活を経験した手塚投手にお話を聞きました。最速150キロのストレートと多彩な変化球が持ち味、スバルの手塚修投手。福島県浪江町で被災した当時はまだ中学2年生でした。家の前の空き地で野球をやっていたら、こう地鳴りのような、音が聞こえまして、一気にドーンという強い揺れを感じたので、何が起こってるんだろうっていう、取り戻せなくなったものがたくさんできた、幸いだったのはまあ間違いなくて、もちろん失ったものの方が大きいんですけど、でも残されたものとしては、前に進まなきゃいけないですし、糧として進まなくちゃいけないなって思わせてくれたようなものなんじゃないかなっていうふうに今振り返ってます。手塚投手は中学3年生を目前に転校を余儀なくされました。その時も不安でいっぱいだったといいます。中学3年生になって掘ってきた選手に居場所があるとは思えなかったですし、まして原発のすぐそばから来るわけですから、多分できなくなるだろうなっていうのは思ってました。まあ思い描いていた出迎えとは全く違いましたし、本当にみんな心よく迎え入れてくれまして、いろんな方々の支えがあって、野球も続けられましたし、素晴らしい仲間に出会うこともできましたんで、本当に当たり前のことが当たり前にできる時の喜びをその時は本当に実感しましたし、野球への情熱がより一層強くなったのは、立教大学時代に経験した同じ被災地の岩手県陸前高田市の少年野球チームとの交流でした。野球教室を通じて災害への備えも学んだといいます。野球のボールを同じ思いで追いかけたり、耳を傾けてくれる時間っていうのは、いい意味で、日常を忘れて何かに夢中になれるって本当にすごいことだなと思いますし、すごく感激した記憶があります。とにかくマニュアルはないっていうことを肝に銘じること、そして自分自身の命は自分自身が最大限守るっていうことを常日頃から準備しておくことが一番なんじゃないかなと思っています。人生をかけて野球に取り組み、ふるさとの希望になりたい。手塚投手は社会人野球の日本一と、その先にあるプロ野球という夢に向かって挑戦しています。息子さんにすごく元気をもらっているようだったり、いろんな言葉をかけてもらうよっていう連絡をたびたび受けまして、僕自身を育ててくれた故郷に対しては、そうですね、一生かけて恩返しはしたいと思っているので、僕自身がしっかりと活躍することが一番だと思うので、手塚がいてよかったと、皆様が試合が終わって思っていただけるような活躍をして喜びを分かち合いたいなっていうのが今の最大の願いです。